はい、皆さんこんにちは。今日、2021年2月14日日曜日ということなんですけども、昨日の夜結構な地震がありましてね。私東京に住んでるんですけども、マンションの8階ですか、なんですけども結構揺れまして、本当に揺れて揺れてびっくりしたもんですかね。真っ先にヤマトのところに飛んで行って抑えたというね抑えるものが違うだろうっていうね、思われる方も言えますけども、もうこれが倒れたら大変だっていう、ね、まあそんな思いした方々、私だけじゃないんじゃないかなと思いますけどね。本当にあの飾り台、これに乗っけといてよかったなと思いますね。やっぱりこの安定感が全然違います、ね、ちょっとこの今まで使ったこのぐにゃぐにゃのこれに乗っけてたらかなり不安な状態だったと思います。もう本当に倒れなくてよかった、ね、皆さんの大和本当大丈夫でしたか、ね、本当にそれがね、これも作ってる途中でこんなのがどんがらがしゃんってなった時にはもう結構泣きが入っちゃいますね、私だったら。本当にいやもう前回もねすごい地震があった時にも作ってる途中のものが何個かもうかなり破損して大変なことになったことがあるんですけど、ね、本当に作るよりも直す方が結構数倍大変だったりするもんですから、買い直した方がいいかななんて思ったこともあるぐらいですからね。はい、それでは今日ご紹介するのはですね、ポピニカ魂の宇宙戦艦ヤマト。アシェットさんにね、苦言をとかって言ってね、開いたんだ、開くところが開くんだったら何か面白いもの入れてよて、ね、これがやはり、ね、アシェットさんとバンダイさんの違いなのかなっていうところで、バンダイさんといってもね、今のバンダイさんと違ってこの商品は、2001年の商品ですから、まあ、今のアシェットさんと比べて20年前の商品ということになるんですかね。まあ、本当にあのいろんなところがパカパカ開いてそれなりに楽しいというね、やっぱりこれぐらいのことをしてくれないとパカパカいろんなところが開く意味ないじゃないっていうような お手本のような商品ですね。まあね、まずはこのね、開くからどうよって感じなとは思うんですけども、ミサイルが見えて、でもここで一工夫ね、この波動砲、これがぐーっと動くと動く、これはなかなかね楽しいわけですよ、ね、バカだなって思うかもしれないですけども、こういうところがねグッとくるわけですよね。よいしょ、この上を動かすっていうのはどうかと思うんですけど、ね、なかなかこの凝ったギミックが入ってたりして、ね、設定的に位置が全然違うところに行っちゃうぞみたいなところがあるんですけど、どこが正しいのか、ね、このドームみたいな謎のパーツ、ね、あとはまあ後ろの方ね、波動砲、波動エンジンですね、波動砲っていうのは波動エンジンなんかもね、この辺がくるくる回ったりする、ドライフリーブが回るっていうね、カタパルトを押すと回るっていうこのギミックはどうよみたいなところもあるんですけども、なかなかこれも、バカっぽくて面白い。あとはね、このやっぱりハッチが開いたりするとね、コスモタイガーが見えるというね、コスモタイガー、ブラックタイガーですね、これはね、やっぱりブラックタイガーが乗ってないと閉まらないなって感じがします。こういうのがやっぱり開いて楽しいところっていうところですよね。開いて楽しいっていうかね、遊ぶのかっていったら、いい大人が遊ぶのかっていうところはあるんですけども、まあ何もないよりはね、見ておーっていうんだったら本当にもう見た目ですごいもの入れてくださいよって感じですけど、あんなベコベコのおもちゃみたいなものが入ってね、開けてきにもなんないですけど、どうですかね、ポピニカ魂いいですよね。数あるヤマトの商品の中でもやはりこれが、最高傑作なんじゃないかなと思います。まあ、どの辺が最高傑作なのかというと、ね、これですよ、ね、
宇宙戦艦ヤマトといえばこれをねイスカンダルまで取りに行くというのがもう話なんですから、もうそういう話なんですからね。これがないことにはもう、ね、2199何やってくれるのって感じですよね。コスモディバースなんだそりゃみたいな、魔法剣と魔法の世界になっちゃった。もう本当に SF とファンタジーのなんかね、区別がつかなくなっちゃった、ね、SF は SF、 ファンタジーはファンタジー、まあ、ファンタジーね、スターウォーズだってファンタジーみたいなもんだろうっていうのはファンタジーなんですけども、味付けとかっていうのがねちょっとね、ちょっと違うんだよなって感じ。ヤマトであれやれちゃうとちょっときついなって感じがします、ね、でこのね目標を変えられてしまうと何とも言えない。これがついてないことにはね、まあ、本当にこれ商品軸のブレないところは全てブレてないね。やっぱりあの2000年代のバンダイの商品っていうのはブレてない、なんかこのいいもの出そうっていうね意気込みがすごくありましたけども、今はもうねなんだかよくわかんない商売始めてるので、なんか、まあ、何の話だかわかんなくなってきましたけど、というかこの当時のポピニカ魂っていうこれはもう最高傑作、この波動砲の形とか見てね、なんだこりゃっていう人もいるかもしれないですけども、これがね、松本零士先生の描く漫画の波動砲っていうのは大体こんな形してたんですよ。ほんとこんな形、ね、ブレてないです。漫画版とアニメはちょっと違うね。アニメだとあの作画する人によってね全然形がまちまちだったりするんですけども、松本零士さんの漫画あれもまあ、なんか見るたびにどっかこうか違ったりするんですけど、大体こんな波動砲っていうとこんなような形してましたね。まあいい感じで、ちょっとパッケージ箱絵なんか見てもらいましょうかね。ちょっと犬にかじられちゃってなんかひどい目に遭ってますけど ね、この頃はワンちゃんも若かった、ね、松本零士監修、この貧しい表記なんかね今見たらやめてくれーなんていう人がいっぱいいるかもしれないですけど、ね、まあ、裁判で負けてしまったというのにね残念なことありますけども、私の中ではやっぱりね宇宙戦艦ヤマトといえば松本零士っていうね切っては切れない、松本零士さん、そのテイストが生きてるんだろうなっていうところが嬉しい商品なわけですよ。なんかねこの松本零士さんの監修方法っていうのもなんかちょっと変わっていてですね、これはもう動的に楽しいなんてことが書いてあったような気が、動的に、さっきあの取説読んだんですけども、ね、よいしょ、ね、このなんて書いてあるんですね、なんか、動的って書いてますね。動かして楽しいヤマトだ、松本零士さんも、動かしてみておーって感じがしたんでしょう ね、羽が開くなって、ね、こういうところ、ね、トイとして、ね、おもちゃとして逃げてないですよね。もう差し替えとかじゃなくて動かすところは動かすみたいなね、多少見た目が変になろうともいやそれが正しい、ね、この姿勢はやっぱり正しいと思います。まあ、アシェットでね、これね、変ちょこりなスリットがあって、そこから羽がぴょこんと飛び出てきたら、それはそれで間抜けだったのかもしれないですけども、まあ、おもちゃじゃないですかね、このアシェットさん。こっちはおもちゃですからね、おもちゃとして逃げていない。今の、超合金魂とかっていうのは、やっぱり逃げてます、ね。いろんなところ差し替えにしたりして、逃げがある、ね。これはやっぱり逃げてない、いい商品だ。でまあ、おもちゃですからね、伝送系これ光ったりなんかするところが結構あったりするんですけども、音はせども光はせずって感じです。もう伝送系が、光の部分が結構死んじゃってます、ね、この辺も光ると環境が光ったりしてたんですけども、これは光るかな、これは光ってる、これは光ったりして
赤い LED の部分は結構生きてるんですけども、他のところは結構死んじゃってますね。ポピニカ魂、ね、松本零士先生のテイストを感じる一品ということで、とてもいい商品だと思います。この後何種類か出てますけども、どれもこれも、ね、やっぱりヤマトはそんなに合金にこだわることはないと思いますよね。本当に超合金魂だからって言ってね、合金ガッツリ使わなくても、まあ、こんだけのものは作れるわけですから、合金なんか全然使ってないですからね。これはポピニカですか、プラスチック、まあ、これはこれでいいと思います。十分かっこいい。まあ、あとはね、アシェットさんに一言言いたいところ、またねアシェット批判かみたいなこと言いますけど、ね、コスモゼロぐらいねデフォルトでつけてくださいよ、ね、これやっぱりカタパルトに乗せたいけど、ね、ないついてない、これぐらいはねやっぱり付属品としてつけてほしいね。別売りとかっていうね、そういうのはやめてほしいな、ね、コスモタイガーいっぱいつけるよりもね、コスモゼロこれつけてくれないと。まあそんなところで今日はポピニカ魂の、ご紹介と、皆さんのヤマトは地震で大丈夫でしたか、本当にもう飾り台というかね、この作業台、ね、アシェットさん作業する台はね、本番のやつより頑丈なやつがお願いしますよ。これに乗っけて工作まともにできないっていうのはね、ちょっと商品としてどうかな、ね、作るのが楽しい商品ですから、この不安定なものの上で作業するっていうのは非常に困難です。本番よりもちょっと頑丈な、ね、作業用の台でしたら、ね、ネジ止めとかそういうのをガシガシやる、でもびくともしないぐらいの、ね、台が欲しいなと思う。それができないんだったらこの台座ね、一番最初の方にこれつけちゃいましょう、ね、こんな感じかな。はい、それでは、宇宙戦艦ヤマト、ポピニカ魂、ね、懐かしいですね。20年前、本当には20年前のね、これ2万円のポピニカなんていうのは、ね、とんでもないことで出来事でしたからね。2万円超えのおもちゃが出るなんて、今でこそね本当に2万円3万円当たり前になってますけども、この当時は2万円をもう家に持って帰ってくるドキドキもんでしたよね。もう今みたいにアマゾンとかで手軽に買えるってわけでもないので、ただ新宿の桜屋まで買いに行ったと思います、発売日に。懐かしいな。はい、それではご視聴ありがとうございました。